コード渋谷店15周年おめでとうございます。おめでとうございます。ヒゲです。15周年ということで、そのタオレコ渋谷店の15年と僕たちの思い出ってことでね、なんかみんなさまざまあればなんか、いや、よくよく考えるとさ、15年前とかってちょうど、東京に出始めた頃とか、それで そうだね、その頃に、まあ、もう 1,2 年後かもしれないけど、まあ、俺は個人的には宮川君と学生の時に知り合って、そこからちょっと幼馴染に入ってきて、でその友達フィリップが来て、その後に出会った浩司君が入ってきてる、だからちょうどきっかけ最初に生まれたのは渋谷店と同じぐらいの歴史の頃に始まったから、そうだね、なんか結構ね一言じゃないような気がする。本当だね、そうですね、他にあれば、ちょうどその15年前のね、あの今の渋谷のね最前夜がある位置にね、タワーレコードがあってね、あそこへよくね、あの行ったりもしましたよ、青春時代にね。そう、やっぱ LA ガンズとか、そうですね、モトリクルとか、そうそうそう、やっぱり絶対15歳以下ではないってことだよね。そういうことだよね。そうでしょ、0歳で新日課に行かないもんね。そういうことになります、ね、まあそういうことだね、はい、まあ、というかむしろおじさんみたいな。おじさんも行くね、タワレコード、これから本当に僕たちとそのタワレコードの付き合いが始まっていくと思うし、やっぱりこれからだと僕たち思ってますね、これからなんか僕たちなんかタワレコードのとヒゲとこれを見てくれてるみんなとの付き合いが僕たちこれから始まるんじゃないかなと思ってるんで、これからみんなで楽しんでいきましょう。ノーミュージックノーライフ、モアミュージックモアタワー。